はい、ナオズーです。今回紹介するのはレゴシティの銀行と現金輸送車3661です。部品の袋は4つでパーツ数は405個、シールシートは1枚で説明書が3冊、そしてスペシャルエディション用のアイテムが入ってました。これ開けてみると、あの発泡スチロールみたいな板が入ってて、どうやらこんな感じの箱を作れるみたいです。これも後で作ってみたいと思います。それでは組み立てていきます。はい、完成です。一人目は警察官です。黒い制服を着てますけど、あまり最近のセットでは見かけない色ですよね。手には無線機を持ってます。で、帽子を取るとこんな感じの顔になってます。この顔もあまり見かけないですね。二人目は現金輸送車のドライバーです。ですけど実はポリスと入ってます。なのでこの人警察官の一人ですね。ということで、どうやら現金輸送車は警察が運用してるみたいです。日本とはちょっと違ってますね。ちなみに付属品としてキャリーがついてます。
キャリーにはバッグが3つ乗ってますね。で、キャリーの隙間にバッグの持ち手の部分を入れてるので、まあ、一番上だけちょっとスライドしちゃうんですけど、ひっくり返してもバッグは落ちません。これよくできてますよね。ということで、こんな風に持たせて運ばせることができますよね。3人目は泥棒です。この人の顔も最近あまり見かけない顔してますね。で、背中にはリュックサックを背負ってて、その中には札束が入ってるんですけど、実はこの札束、札束パーツ2つではなくて、実はこんな感じになってます。ちょっとなんかせこい感じしますね。また手にはバールを持ってます。服装も含めてこの辺りは今も一緒ですよね。最後4人目は銀行の係員です。手にはキャッシュカードみたいなものを持ってるんですけど、表面はシールになってます。次に車両を見ていきます。まずは泥棒のバイクです。オフロードタイプになってますね。で、レゴの泥棒のバイクなのでやっぱり赤色です。もちろんこうやって自立することもできるんですけど、両サイドに支えがついてるので、これを使ってこんな風に立たせることもできます。それから泥棒を乗せると、よいしょ、こんな感じですね。車体の赤とバールの赤がなんかいい感じでマッチしてると思います。次にポリスカーです。だいぶ小型のタイプだと思います。全長は約 11.5 センチで、後ろ側がこんな風になってるので、ハッチバックタイプというか、コンパクトカーみたいな感じなんだと思います。フロント周り結構面白い形してますよね。この真ん中のグレーのパーツがおそらくバンパーとグリルのガーニッシュパーツみたいなものを兼用してるんだと思います。パーツ自体はよく見かけますけど、車のフロントにこれを使ってるっていうのはなかなか見ないですね。でも様になってるので面白いですよね。それからボンネットとルーフ、そしてサイドのところにポリスと入ってますね。これは全てシールです。で、ルーフには青色蛍光灯がついてます。かっこいいですよね。で、このルーフを取り外すことができます。中はこんな感じで、ハンドルが一つついてて、後ろには背もたれがあります。で、結構広さがあるんですけど、フロントウィンドウがだいぶ後ろの方まで来てるので、地味に乗せにくくなってます。もちろんこのままルーフを戻すことができるんですけど、実はあまり前の方に座らせてると、ルーフの前の部分に引っかかってしまって、ルーフ戻すことができません。これはちょっと不便ですよね。前から見るとしっかりと顔を確認することができるんですけど、横から見るとちょっとこうのけぞったような感じになっちゃってます。それから運転席の後ろにちょっとしたスペースがあります。ここクリアパーツで囲まれてますけど、このルーフ部分を取り外すことが可能です。運転席のルーフパーツを取り外さずに、ここのパーツ取り外せるのはすごく便利だと思います。で、ここには警察官が持ってた無線機などを入れておくことができます。これでなくなる心配はないですね。こうやって見ると小さいですけど、結構かっこいい車だと思います。あとは手転がしでスムーズに走らせることができます。続いて現金輸送車です。箱って感じですよね。バンタイプの車でしっかりとしててかっこいいと思います。全長は約 14.5 センチ、横幅は約 5.5 センチあります。フロント周りちょっと地味めですよね。ですけど、この飾りっ気のない感じが逆にしっかりとしててかっこいいような気がします。実はバンパーがちょっと前に出てます。これだけですごく頑丈そうですし、リアリティを感じると思います。続いてサイドです。後ろの方にセキュリティ、シティバークと入ってますけど、これはシールです。で、その前にシャッター風の扉がありますね。これ上に開けるタイプですけど、開けると中に携帯型の金庫が入ってます。で、これをこうやって取り出すことが可能です。中には残念ながら何も入ってないんですけど、上についてるこのバルブみたいなのがちょっとそれっぽいですよね。で、この金庫ちょっと見えてますけど、もう一つ中に入ってます。なので、出したらまたこうやって2つ一緒に入れることが可能です。ちなみに反対側にも同じ扉があります。開けると
今入れた金庫が見えてますね。なのでこちらからでも取り出すことが可能です。こんな感じで中はつながってるので、どちらからでも出し入れすることできますよね。それと車両の後ろ側にも同じ扉があります。もちろん開けることができて、実はここからさっきのこの緑色のバッグをこの部分に入れられるようになってるんですけど、暗いですしちょっと入れにくいですよね。けどこの車両、このルーフの2枚を簡単に取り外せるようになってます。上から見るとはっきりと分かりますよね。緑のバッグが今1つだけ入ってますけど、空きスペースにさっきのキャリーに乗せてたバッグをよいしょ、こうやって入れることができます。本当にぴったりですね。で、後ろの扉閉めたとしてもまだスペースがあるので、このスペースにキャリーを入れることができます。で、この状態で上のルーフを閉じることが可能です。それからその前のスペースですね。さっき横からこうやって携帯型の金庫を入れてましたけど、もちろん上から入れることもできます。ただちょっとこう斜めにしないといけないので、ここは多分横から入れた方がいいと思います。それと一番前には運転席があります。ハンドルとシートが一つついてて、中は結構広くなってるんですけど、この上の部分が邪魔をしてミニフィグを乗せるのが地味に大変です。これなんかもったいないですよね。前から見るとこんな感じで、すごくぴったりな位置に座ってますよね。はい、ということで一部入れにくい部分はあるんですけど、ルーフのパーツを外して上から全部入れられるようになってるのはすごく遊びやすいと思いました。で、何よりこのルーフパーツですね、すごく取り外し取り付けが簡単です。最近の車ではあまりこれ見かけないような気がするので、できればこれは復活してほしいですね。あと言い忘れてましたけど、各扉の下の部分にちゃんとステップがついてます。こういったところはすごくリアリティを感じますし嬉しいですよね。そして上携セットの銀行です。これ上の方にちらっと金庫が見えたりして、すごくかっこいい建物だと思います。銀行といえば2年ぐらい前に60140銀行泥棒とポリスバーンというセットを紹介してます。で、そのセットについてる銀行がこの銀行とほぼ同じ大きさなんですよね。なので後でこの銀行とその60140の銀行を合体させてみたいと思います。で、この建物ですけど、横幅は 12.5 センチ、高さは約 15.5 センチで、奥行きは約 6.5 センチあります。建物としては2階建てですね。で、シティバンクという銀行らしいです。で、このロゴはさっきの現金輸送車にもついてましたね。さらにシティバンクのマーク、このマークみたいなんですけど、これが銀行員が持ってたカードにもついてます。このあたりは細かくできてますよね。それでは建物を見ていきましょう。まず1階部分ですね。正面にあるのが出入り口で、こうやって開けることができます。で、右側にあるのが ATM コーナーです。上にお金のマークついてますね。で、その下にモニターがあって、操作するためのパネルがあります。そして一番下にはボックスがついてますね。すごく ATM っぽいと思うんですけど、この ATM 実はこんな風に取り外すことができます。で、ここで登場するのがこの泥棒ですね。手にはバールを持ってました。なのでバールを使ってよいしょ、こうやって ATM を壊すことができます。持ってるバールを使えばこうやって ATM を壊すことができます。あとは ATM ごと持って帰れれば楽なんでしょうけど、残念ながらこの泥棒、ここにはバイクを使って来てましたよね。なので下を開ける必要があります。バールを使って開けて中のお金をリュックサックに入れます。そうすればあとはバイクに乗って帰ることができますね。それでは建物の中を見ていきましょう。入り口がこれですね。ここから出入りをすることが可能です。で、入るとすぐに大きな花瓶が置いてあります。そしてその横にはお客さん用だと思います椅子が一つ置いてあります。
で、その向かいがコイン用のカウンターですね。パソコンとコップがあります。パソコンにはちゃんとキーボードもついてます。で、後ろの方には書類の棚みたいなところがありますね。さらにその下にはボックスがあります。ミニフィグを立たせるとこんな感じですね。やっぱりミニフィグが入るとすごくリアリティが増しますよね。で、後ろに時計が見えますね。この時計、実はさっきの ATM の裏側についてます。なので、ATM を壊されると壁ごと外れるようになってます。なのでまあすぐバレますね。次に2階部分を見ていきましょう。正面についてるこのシティバンクと書かれた看板ですね。これがすごく銀行っぽいと思います。で、その看板の両サイドからこう柱みたいなのが降りてきてますけど、これがすごくおしゃれですよね。で、その2階の中はどうなってるかというと、大きな金庫があります。扉がとても分厚いですね。この扉、こうやって開けることが可能です。ちなみにこの2階に上がるための階段やはしごなどはついてません。金庫の扉には大きなハンドルやボタン、メーターというかこれ多分ダイヤルみたいなイメージでしょうね。そして鍵穴みたいなものもあります。すごくリアリティありますよね。なんか銀行の金庫って感じしますね。ということで扉自体はすごく頑丈そうでかっこいいんですけど、実は上にスペースがあってなんか簡単に入れそうです。このあたりどうにかできなかったのかなと思うんですけどね。で、金庫の中には棚があります。上には金のインゴットが置いてあるんですけど、下には特に何も置いてありません。なのでここにさっきの札束とかを置いてもいいですよね。あのレゴの世界の警察署は簡単に脱走できますよね。で、レゴの世界のこの銀行は簡単にお金を盗めちゃいます。この建物で言えばこの屋根ですね。実は屋根におしゃれなトップライトがついてるんですけど、このトップライト簡単に開けられるようになってます。で、その横に雨どいがついてますよね。ということで泥棒が雨どいを伝って上まで行って、さっき ATM を開けたみたいにバールを使ってトップライトを開けてここから入ります。まあ普通はここから金庫開けるのに苦労すると思うんですけど、不思議なことにこの金庫上が開いてるんですよね。なので上から入っちゃいましょう。よいしょ、こんな感じですね。で、盗んだらまたトップライトから屋根の上に出て、乗ってきたバイクに乗って走り去れば成功ですね。はい、それではさっき言ってた60140のこの銀行と合体させてみましょう。ただこの60140の銀行、ベースがこのブロックのプレートなんですけど、こっちの3661の銀行のベースは基礎板になってます。なのでこの基礎板のベースをこっちのプレートに変えます。こういう時は基礎板簡単に外せますよね。まあ一部外れるでしょうけど、こんな感じでごっそりと外せるのがいいですね。あとは各パーツを順番に、よいしょ、こんな感じで付け替えていきます。こんな感じです。あとは上物を取り付けてあげれば、はい、付け替えが完了しました。これでベースの高さが揃いました。それでは組み合わせていきましょう。こっちの3661の建物ですけど、実は1階と2階をこうやって分けることができます。なのでこちら側の建物のこの部分を少し調整してあげれば、この上に3661の上の部分を乗せることができます。はい、こんな感じですね。なかなか立派な建物だと思います。あの看板の位置もいい感じですよね。まあ、ちょっとこの辺りもう少し手を加える必要はあるとは思いますけど、でも立派な建物じゃないかなと思います。これが3階建てですね。続いてこっちの建物の内側のパーツを取り外します。こんな感じですね。するとこの上に丸ごと
3661の建物を載せられるようになります。はい、4階建ての完成です。これはこれでいいですね。あの3階部分に扉がついてたり、あと ATM コーナーがあったり、ちょっと変なのは変なんですけど、でもあの大きな銀行の店舗って感じがしていいと思います。厳密に言うとこの上がる扉のこの部分でプレート同士がくっつくのを妨げてしまうので、端っこにもう1枚薄いのがいるんですけど、まあ、とりあえずの雰囲気は味わえると思います。付属の車両も置いてあげればかなりそれっぽく見えますよね。さらにこの高さがあれば付属のヘリコプターもかなりしっくりくると思うので、この隙間のところにヘリポートか何かをつけてあげるといいかもしれないですね。また単純にこうやって横に並べるだけでもいいですよね。車を置いてあげればよいしょ、それこそ街みたいに見えてくると思います。あの銀行の建物って結構並んで立ってたりするので、本当それっぽいですよね。あとスペシャルエディションのおまけですけど、こんな感じの小物入れでした。大きさ的にはこれぐらいの大きさですね。あの発泡スチロールで軽いですし、組み立ても簡単です。とても使いやすいと思います。あの細かくばらさなくても単純にくっつけるだけで結構楽しめると思うので、ぜひ試してみてください。このセットのパーツ数は405個です。以上、レゴシティの銀行と現金輸送車3661を紹介しました。ナオズを見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。右上のナオズマークから登録できます。左の動画をクリックすると他の動画を見れますよ。それでは次回の動画をお楽しみに。バイバイ。